3度目の不倫。今年5月1日に無期限謹慎処分から復帰した千葉ロッテ清田育宏選手、先日には2軍の試合にも出場し、着々と1軍復帰への階段を上っていた矢先の5月20日、週刊誌フライデーの報道により謹慎期間中に3度目の不倫を行っていたことが発覚。清田選手は2015年に俗にパズドラ事件と呼ばれる1度目の不倫、2020年にはコロナ不倫をやらかしており、今回で3度目の不倫。まだ今回は謹慎処分明け直後だったこともあり、ネット上では嘘だろ、これは猛打賞といった戸惑いの声が上がり、ツイッターにもトレンド入りするなど、今後の球団の対応に注目が集まっているんです。そこで今回の動画は清田選手3度目の不倫を徹底解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。無期限謹慎処分。今から遡ること約半年前、2021年1月の週刊誌フライデーによって清田選手が知人女性 A 子さんと不倫していたこと、昨年10月のコロナ感染時、部外者との会食を禁止する球団の内規違反を破って A 子さんと食事していた事実を隠し、球団に虚偽報告をしていたことが発覚しました。これらの件についてはこちらの動画で詳しく解説しています。この報道を受けてロッテ球団は清田選手を無期限謹慎処分にすると発表しました。清田選手も千葉ロッテマリーンズの球団関係者の皆様、プロ野球ファンの皆様、この度は私の軽率な行動により多大なるご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。私の行った行為は決して許されるものではないと理解しています。処分内容に関しまして真摯に受け止め、自分の行為を深く反省し、また皆様に応援してもらえるような選手となれるように自分と向き合っていく所存です。この度は本当に申し訳ありませんでしたとコメントを発表しました。その後清田選手は謹慎期間に突入。ロッテ球団によると、謹慎期間中の清田選手は新型コロナウイルス感染症の負担を抱える人々への支援を目的とした基金への寄付を行ったり、本人との度重なる面談で反省の態度を見せていたといいます。そして4月30日、ロッテ球団は清田選手を5月1日付で謹慎処分を解除すると発表しました。本人の反省の態度を考慮し、5月1日より処分を解除することとしましたのでお知らせします。今回の件に関しまして、日頃よりご声援をいただいているファンの皆様、ご支援をいただいている関係各位の期待を裏切る事態を招きましたことを改めて深くお詫び申し上げます。清田選手もコメントを発表し、千葉ロッテマリーンズ球団関係者の皆様、プロ野球ファンの皆様、この度は私の軽率な行動により多大なるご迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。処分は解除していただくことになりましたが、今後も反省の気持ちを忘れることなく、自分を律し、チームの勝利に貢献していきたいと思います。この度は本当に申し訳ありませんでした。その後清田選手は2軍に合流。5月12日には5番 DH として実戦復帰。第1打席は空振り三振、第2打席はフォアボールを選び出塁。その後は代打を出されベンチに退きました。翌日は6回から代打で途中出場し、2打席ノーヒット、ライトも守りました。このように清田選手は段階を追って着々と1軍復帰への準備をしていたんです。しかし5月20日、週刊誌フライデーの報道により3度目の不倫が発覚。記事によると、埼玉県埼玉市にあるロッテ浦和球場で実戦復帰を果たした5月12日の夕方、清田選手は愛車の SUV タイプのベンツを走らせ、妻子が持つ千葉県にある自宅ではなく東京都目黒区へ。愛車を目黒区内の駐車場に停めると、近所のとあるマンションの中へ消えていったというんです。そして3時間が経過した夜8時半、清田選手は再び姿を現しました。その時なんと黒木メイサニの B 子さんと手をつなぎ、仲良く寄り添っていたんです。清田選手は昨年2度目の不倫相手だった A 子さんに二股がバレて、その後破局しています。実はその二股の相手こそこの B 子さんだったんです。B 子さんはモデル経験もある沖縄出身のアラサー美女で、2人の出会いは19年の石垣キャンプの頃、清田選手の知人が開いた飲み会で連絡先を交換。その後清田選手は B 子さんの自宅に通ったり、遠征先に呼び出したりと密会を重ねるようになったといいます。そしてこの関係は2年間に及び、今年1月に清田選手が謹慎処分を受けてからも B 子さんとの関係は続いていたとのこと。話を戻すと、目黒区内のマンションから姿を現した2人は近くの駐車場に向かい、清田選手の愛車に乗り込みました。しかし2人が乗り込んだ車は100メートル先の B 子さんのマンション前で停車。車を降りた B 子さんに清田選手は何やらプレゼントを渡し、別れの挨拶を交わしたと言います。その後清田選手は愛車を走らせ、高速道路に乗ると150キロを超える猛スピードで爆走を始め、自宅のある千葉県方面へと走り去ったとのことでした。それから4日後、清田選手は目黒区内のマンション近くで B 子さんと一緒に歩いているところをフライデーに直撃されます。フライデーです。 B 子さんとの関係についてお伺いしたいのですが、全然知らない人です。今一緒にいるじゃないですか。知らない人を車に乗せていたんですか？何も知らない人です。 B 子さんとは19年から不倫関係にあると聞いています。
いや、知らないです。先日は彼女のマンションに行き、手をつないで出てきていましたが、ああ、そう言って混乱した京太選手は、記者から逃げようとしたのか、全く関係のないマンションに入ろうとするなど右往左往し始めたと言います。しかしその後、記者に自ら話しかけ、これってフライデーに乗るんですか、勘弁してください、ではちゃんと話してください、話しても意味ないですよ、復帰初日なんですよ、もう死にます。不倫という点に反論がある、反論とかじゃなくてもう終わりですよ、これで球団もクビ、家族にも迷惑がかかる。そして直撃から2日後、京太選手は代理人弁護士を通じてこのような回答をしてきたとのこと。数年前からの知人ですが、不倫関係にあったことは一切ありません。関係を疑われる軽率な行動をとってしまい、深く反省しています。妻との婚姻関係は継続しています。そして5月20日フライデーの報道、球団関係者はこの報道を受けて事実関係を確認中で現時点でコメントできることはありませんとコメントしています。ロッテ球団は19年オフに京太選手と2年契約を結んでおり、途中で契約解除は難しい状況です。しかし京太選手は5月13日以降試合に出場していません。なお、阪神和田豊元監督のスパイ中不倫についてはこちらの動画で解説しています。というわけで今回は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。